はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅じゃないわ、車から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を始めるきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、さっきにね、先日の昨日かな、昨日の動画の追加なんですけどもね、玉ねぎの動画の話あったじゃないですか。玉ねぎの動画ね、その辺の追加なんですけども、お味噌汁やスープなどの飲む系のその料理をねしてもらえればね、その他の野菜に含まれる水溶性ビタミンっていうのも同時に煮汁に溶け込んでくれるんで、取りこぼすことなくね、栄養をしっかり取れますんでね、ご安心ください。あとね、何のあとねかわからないんですけども、昨日の話なんですけどもね、昨日の夕食の話なんですけども、イワシのね、イワシの甘露煮っていうのをしたんですよ。イワシにはね、 DHA とね、 EPA っていうのがね、他のお魚よりも、どのお魚よりもすごい豊富に含まれてますんで、子供に食べさせるためにとね、思ってね、作ったんですよ。あ、そうそう、 DHA とね、 EPA のね、詳しいお話もね、近々ね、動画でやる予定なんでね、ちょっと待っててくださいね。ほんでね、そんなね、イワシはね、骨がね、細かいし多いしね、そのイワシ独特の苦さとかあるじゃないですか。だからね、子供からはね、好かれてないんですよ、実はね。でもね、甘露煮にしたことでね、すっごく甘くなるんで、長男も次男もね、めちゃくちゃ食べてくれました。もう完売しました、ほんまに。フライパンの上からね、イワシがなくなりました。これはもういい作戦でしたね。もうね、身もね、柔らかくなるので、もうね、僕の粘膜障害のね、僕でもね、食べれたんですよ。だからすごいね、もう柔らかくなって美味しかったんです。だからね、これからもね、この甘露煮をね、他のお魚でもね、挑戦してね、頻繁にやっていったろうかなとね、思ってます。そんな感じでね、今日は車の中からね、お送りしてるんですけども、今日はですね、通院で病院に来てます。先週ね、歯医者でね、ここに来てますんでね、久しぶり感はあんまないんですけども、今回はね、採血の後に、そうですね、内科と皮膚科と眼科があります。今はね、このいつもならですね、採血のその順番待ちなんで60分待ちなんですよ、いつもやったらね。でも今日はなんとですね、6分というね、表示をされてましたのでね、そのまま受付を済まして、待ち時間もなく採血室に入ったらですね、もうすぐにね、どうぞって言われてね、呼ばれて一瞬で終わりました。そのね、採血の順番はね、いつもね、1時間ほど待たされますしね、結果が出るのにもまた1時間かかりますし、しかもその診察がね、始まる前にね、検査結果が出とかないといけないので、その逆算して病院に着かないといけなかったんですよ、いつもね。もうそれが一回ね、しんどかったんです。でもまあね、その時間をね、撮影したりとか、編集したりっていうの、動画をね、編集したりっていうのでね、有効活用してるんで、暇つぶしにはなるんですけども、で、待たされるっていうのがやっぱしんどいんですよ。ただでさえしんどくて病院に来てんのに、それで待たされてしんどいっていう気持ちになるのがね、ほんまに辛いです。でまあ、そんな体のことなんですけどもね、前回のその通院からね、今日までで、何かが変化があったかというとですね、先週も言ったんですけど、歯が欠けたぐらいでね、そのメインのね、白血病に関するね、症状にはね、特にね、何も変わっていません。というか、悪くなっている症状がね、出てません。あと、強いて言うならね、その口の中の粘膜障害が続いてて、もうすっかりこの状態に慣れてきたっていうことと、この前も言いました通り、そのね、右股関節が痛くなったぐらいですね、痛かったぐらいですね。そのね、動画内でもね、お話しした、その大腿骨相壊死症かもっていうふうにね、ちょっと思ってビビってたんですけども、国の指定難病なんでね、なったらすごいね、やっぱ嫌やなと思ってビビってたんですけどもね、その時のコメント欄でね、その実際に大腿骨相壊死症になられた人からね、症状が似てるからって言ってね、心配のね、コメントをいただいてました。今はね、なんともないんですけども、今日までにね、痛くなったことがあったということをね、内科でね、この後報告していきます。皮膚科に関してはね、その帯状疱疹ですよ。その帯状疱疹っていうのはね、もう何ともありません。結局薬も飲み終わりましたし、飲んでてもね、その飲んでなくてもですよ、ちょっとこうね、痒いなって言って痒くなるくらいで、その頻度が何ていうか減ってきたというかね、いつもやったら痒いなと思う頻度が頻繁にあったんですけども、今はその
頻度が回数が減っていたんで、まあ今日でねその皮膚科は終了かなっていうふうにね、実際ねその前回の通院の時でも皮膚科の先生が、まあ、今回なんもなくて次回、まあ今日ですよね、でこの次回に、までに何も変化なくて、まあ、このまま薬も飲まなくていけそうな感じだったらもうその1回で終了でもいいと思いますって言われてたんで、もう僕はそれを望んでます。ほんでまあ眼科に関してはですね、これが横ばいなんですわ。まあ相変わらずのねその乾燥ですよ、ほんまに。でもめちゃくちゃ痛くなることもありませんのでいいんですけども、まあ、ただねその乾燥でね目がゴロゴロしてくるぐらいなんです。まあ体の関してはそれぐらいですかね。まあなので自分的にはねその順調に回復してて、まあ今回はね免疫抑制剤の分量がね減ってくれると予想してます。でもまあ減ったら減ったでまたねその骨髄移植の副作用がね出てきそうなんですけども、でもまあ免疫抑制剤がね減ることによってねその免疫抑制剤の副作用は減るので、まあ、それを期待してます。その免疫抑制剤の副作用が減ったらねその僕の歯ね、今の一番の悩みであるこの歯への影響がね減ってくれると思いますので、ほんまにその虫歯の進行をね抑えれるかもしれません、僕の今ね出てるその粘膜障害ね、口の中の粘膜障害は骨髄移植の副作用なので、まあ、仕方ないとは考えてるんですけども、虫歯は免疫抑制剤の副作用なので、しかもねその結構結構な期間でこう悩まされているんですよね。まあ、あの皆さんもご存知の通りなんですけど、もうほんまいい加減に終わってほしいもんですわ、ほんまに。でもまあねその実際にはですよ、免疫抑制剤の分量っていうのが減ってきてるのもあってですね、その何ですか、ここ最近の虫歯がひどくなってきてない気もしてます。その虫歯の進行がね、まあ、穏やかになってきてるんちゃうかなと思ってます。そのまあ以前にねその免疫抑制剤が減った時の直後っていうのはまだまだ虫歯はひどくなってくる一方やったんですけども、その虫歯がね虫歯の進行が、まだまだ続いているっていう時があったんですよね。でもその、ね、その時の免疫抑制剤の分量が減ってからね、この通院がまあ今日でですね3回目ほどなるんですよ。だから、ね、3回前に、免疫抑制剤が1回ガッと減ってガッてじゃないな、まあ、あの分量が減って その時から今まででまあおよそ4ヶ月ほどぐらい経ってるんですよ。まあそれぐらい前から変更になったね、この今の実際にやってる僕がやってるその治療計画によって今の体の状態なので、いつもより長いスパンでの経過観測の結果なんです、今の体の状態がね。だからまあ減ったことによってで、そっから考えたら虫歯の進行ももう穏やかに緩やかになってきてるんで、やっぱりほんまにこの虫歯っていうのは免疫抑制剤が原因やったやなと考えられます。で今回の診察でも、まあ、今日まででね、その前回から今日までで何もなかったら免疫抑制剤を減らしましょうっていう風に先生もね前回におっしゃってましたんで、今回はね減ると予想してね診察にね挑んできます。あ、そうや、あのねもう一つね前回よりも体で変わったことがありますわ。体重ですわ。あのね最高ね 52.0kg までね減らしてやりましたよ。でもねまあそれでもね調子乗ってねちょっと食べ過ぎたらねすぐ増えるしね、その後はね減らないんですよね、なかなかね。しかもその時っていうのはちょっと食べ過ぎたらね、まあ1日でね 54kg までだからね、 2kg までね 2kg 一気にね増えてしまったこともあったんです。でもね平均的には53kg 台半ばをキープしております。まあね体重を一気に減らすとなるとですね、今の体の状態ではねめっちゃしんどくなるんで、ゆっくりね減らしていかないとあかんなと思いますね。やっぱりね皆さんのようにね健康的な体じゃないとですね、減量はね辛いですわ。まあここ最近のねその動画でもですよ、皆さんからねまた痩せたとか、その白くて細い腕が気になりますってねコメントもらってたので、あ皆さんも気づいてもらってたんやろなと思うとね、もうすごい皆さんからね見守ってもらってる感がねすごい伝わってきます。本当にありがとうございます。そんな感じでねもうそろそろね時間なんでね行ってまいります。またね結果はね改めて報告させてもらいますんでね、いい結果が出ることをね皆さんね待っててください。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。